3月11日に東日本大震災が起こりまして、その後県内外に、多くの、避難を余儀なくされた方々がいらっしゃいます。で、避難された先というのが今回は仮設住宅と借り上げ住宅、この2つに分かれました。それで仮設住宅の方々に比べて借り上げ住宅に避難された方、そこで生活をされている方々に関しては支援の情報、そういうものがなかなか手元に届きづらいというのが非常に課題としてありました。で、それをその情報格差を是正するということを目的に、地域のスーパーですとかホームセンターですね、これは災害時に福島県と応援協定を結んでいる店舗にこのような情報ステーションというものを設置することで、借り上げ住宅にお住まいの方々にいつでも最新の情報をお渡しできるような場所として、この情報ステーションが設立されました。情報ステーションではこのような、絆情報ステーションの紹介のリーフレットを作成しております。で、この中では情報ステーションがどんな場所なのかと、どこにあるのかというものが載っております。今年の4月から交流サロンというものをやっております。震災を受けて非常に私たちは大きな精神的なストレスを受けました。で、ストレスの緩和というのは非常に難しいんですね。人と話をするというのがすごく有効だなというふうに私たちは考えていて、その中で、何かサロンという形で集まって、こういろいろあだこうだ言いながら、最近どうだいとか、うちの周りではこうなんだ、お孫さんがどうなんだとか、そういう話をすることで、ちょっと辛いことから離れられるという時間ができていて、結構好評はいただいています。この、絆情報ステーションには各町のですね、いろんな最新の情報が入ってますので、それから交流サロンということで、いろんな折り紙とかですね、いろんな少し憩いの場として、楽しめれば設けてますので、月2回なんですが、ぜひこちらにいらしていただければと思います。